どうも、ズプーガです。こんなクソ動画で申し訳ないんですけど、今年最後の初月確定ガチャということで、初獲得の星6キャラ1体確定、限定キャラを含む10連ガチャ。ということで、こちらの方で、ね、ちょっと回していきたいと思います。まあ、オーブが、ね、423個あるじゃねえかって思う人もいるかもしれないんですけど、友達にですね、50連回させられて、もともと650個ぐらいあったね、オーブをね、なくしてしまったのですが、今回はとりあえず、まあ、新しいガチャが来るまでにね、とりあえず150個ぐらいね、プラスで、とりあえず、書庫で頑張ってやったりとか、覇者の道でやるんですけど、そのためにね、とりあえず、でもこれは回さなくちゃいけないなって自分的にも思ったので回します。そんなにね、本当に回したくないです。マジで回したくないです。なぜなら僕はガチャ運がクソ悪すぎて、本当に、本当、ホーブをね、100連ぐらいできるぐらいね、残しとかないと本当にね、いけないんですけど、もうちょっと説明させられて。させてだったわ。させられてじゃねえや。ごめんね、本当にクソ、こんなクソみたいなさ、やつで。今日本当バイトでね、時間ねえんだわ。今日起きたのが本当遅かったんだよね。で、最後の方で、星6確定枠ね。さてさてさて。今度ね、クリスマスの時にね、回したガチャの方のね、動画を出すのでね、皆さんぜひ見てください。まあね、焼肉キングで回してたんだけどね。本当にね、友達がうるさすぎた、普通に。ね、誰この人。いやー、回す価値なかったな、正直。でも男っていうのはね、回したくなっちゃうんだよ。それで、覇者の塔とね、書庫で頑張ってやります。さあ、これは、偉大なる創出者、シェイクスピア。どこに使えるんだ、これは。あんま使いどころないな。だけど、当日で使えるのは結構ありがたいかもしんないね。間違えた。これは、神化しかできないんだ。まあ、受信化がいつか来るでしょ、多分。これと、ここか。まあ、神化が強いかなって感じかな。ってことで、今回動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。